はい、どうも、隣山本です。今日はね、このウマ娘プリティダービーをやってる様子をね、動画に撮ろうかなと思います。僕はね、ソシャゲ初心者で、ソシャゲ他全く一度もやったことなくて、で、ゲームといったらドラクエぐらいしかやったことないんですけど、だからね、ガチャの意味とかも全然わかんなかったんですよ。だからちょっと多めにね、見てほしいかなと。こういうゲームあんま慣れてないから多めに見てほしいんですけど、今回はね、チーム戦をやる様子をね、みんなに見てもらおうかなと思います。そしてね、なんか、どっかダメなところあったらね、アドバイスをください。はい。で、今回の、僕のチーム、今回のっていうか、僕のチームなんですけど、こんな感じですね。カレンちゃんとサイレンス鈴鹿だけ A ランクで、あと全員 B プラスか B という。僕、全く無課金なんでね、ちょっと、あんま S ランクとかはいないんですけど、無課金でもね、もうちょっとうまくやってる人いると思うんで、なんかね、アドバイスあったらください。はい。というわけでね、早速レース行こうと思います。はい、というわけで、これさ、確かスコアが高い相手とやった方が、ね、ポイント入りやすいんですよね。だから一番強そうな人とやります。はい。というわけで、まあ大体同じだよね、こういうのって。はい、じゃあ行きます。皆さん頑張りましょう。負けない。というわけで早速ね、A ランク2人いるうちの1人サイレンス鈴鹿が行くんで、今回の相手には A ランクいないんで、 B プラスしかいないから、これチャンスですね。さあ行きます。勝ちは十分に狙える。いや元気ないな元気ないな。これさ、このパドックさ、不調とか絶不調だとあからさまにやる気なさそうな顔するよね、これこのサイレンス鈴鹿とか。もうこれ実際の競馬のパドックでこんな調子悪そうなの出したら、厩務員ぶったたかれるからね、これもう何やってたんだってね、お前の仕上げが悪いってもう怒られるやつだよ、これ。でもこれ、ウマ娘の世界だと馬券とかないから、そういうこともないのか。でもこれ人様に出てきていい表情じゃないからね、これ。なんか実際の競馬でもやっぱパドックってね、結構見る人いますからね。なんかよくさ、競馬場にいるおっちゃんとかがさ、なんかパドックで見たら、なんか来る馬来ない馬一目で分かるとかってどやってるおっちゃんいるけどね、そんなわけないんだから。だって武豊がさ、パドック見ても馬の様子なんて分かんねえ、馬の調子なんて分かんねえって言ってたんだよ。武豊が分かんなくておっちゃんが分かるわけないからね。そう、なんか実際の馬にもね、なんかいろんな馬いるんだよ。昔アポロケンタッキーって馬がいたんだけど、アポロケンタッキー毎回パドックで調子悪そうに見せるの。やる気なさそうに、変な歩き方するし、でね、なんかすごいもうダメそうな感じ見せてくるのに、普通にレース出たら走るんだよね。ダメな時もあったけど、普通に G1 勝った時もあるしね。あとその逆がクリソライトって馬がいて、昔毎回パドックで調子いいんですよ。もう外側を元気よくね、すごいいい表情で周回してて、で来ないんだよね。だから当てになんないです、パドック。だからこのサイレンス鈴鹿も見るからにやる気なさそうだけど、来るかもしれない。他の馬もね、ちょっと見ていきます。これマヤノトップガン、ちょっとね、これも逃げなんだよね。ちょっと逃げ馬、ちょっと2人かぶっちゃったから、あんまこれ頭の良くない編成なのかもしれない。ちょっと戻っちゃった。で、あとが、はい、東海帝王。すごい調子よさそう。残りの2人に気使ってほしいね、これ。他の2人元気なさそうなんだから。さあ、行きます。いや、ちょっと待って。逃げ馬のサイレンス鈴鹿が大外に行ったのが嫌だな。前のトップが無印だし。なんか逃げ馬大外に行くこと多くないですか？これ気のせいかな？さあ頑張れ。よし、決まった。スタートは決まった。ここでね、鼻を切ってほしい。そう、なんか逃げ馬ってやっぱ鼻切らないと話にならないから、なんか先頭じゃないとね、発動しないスキルとか結構あるんだけども、なんか最内のミホノブルボンが絶好調だな、ほんと。いや、東海帝王かかってるし、ミホノブルボンがめっちゃ気持ちよく逃げてる。いやー、ちょっと待ってた、これ。なんかな、思うように逃げてくれないんだよね。なんか逃げ馬のさ、逃げの点の速度上げるのってどうすればいいのかな。スピードこれ結構あるんだよ、このサイレンス鈴鹿。
ピードを上げればいいってもんじゃないんでしょ。どうやったら最初の点でいい位置取れるんですかね。スキルとか賢さとか、ちょっとそこもわかんないんで、なんかぜひ知ってる人いたら教えてほしいんだけど、ちょっとサイレンスとか全然ダメじゃんこれ。 A ランクだよ、全然ダメじゃん。いやもう東海帝王の方が先行っちゃったし全然ダメだなこれ。いやちょっと待って、東海帝王に任せるしかない。これはサイレンスズカはもう終わりました。頑張れ頑張れ頑張れ。ちょっとミホノブルボン、これ気持ちよく行き過ぎでしょこれ。ダメでしょこれ。ちょっとサイレンスズカも9番手まで下がっちゃって、ちょっとさ頑張って。よし東海帝王来た、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 行け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 、させ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 、おし行け行け、行ける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 、いやナイス姉ちゃんも来てる、ナイス姉ちゃんも来てるけど、させさせ、いやー粘るな粘るな粘るな、うわーダメか、いやダメか。いや来たと思ったんだけどな、2枚越しでしたね。うわいや5着まで盛り返してんかいサイレンスズカどういう競馬だよ。はい、というわけで、まあこれね、チーム戦ってね、いろいろみんな走ったその点数がそれぞれもらって、その合計点でみたいな、だから箱根駅伝の予選会みたいなシステムですねこれ。はい、第1戦負けましたけど、次また A ランクカレンちゃんがいる。うん、このカレンちゃんでね頼みたいと思います。6番人気カレンちゃん絶好調、最高だねこれ。うん、いやいいんじゃないですか。もう逃げでカレンちゃん育てたからね。逃げだと固有スキル稼働しないからあんま良くないんだけど、なんか先行で何体が作ったんだけど全部 B プラス止まりで、逃げで作ったら A ランクまで行ったんですよね。で、あと爆心王、先行の爆心王、これ本当は爆心王逃げで作ってたんだけど、逃げのカレンちゃんがあまりにもいいから、まあ、同じレースで逃げ2頭送り込むの良くないからってことで先行で作り直しました。でキングヘイローね、うん、キングヘイローも頑張ってほしい。結構ねスコアそんな高くないんだけど、このキングヘイロー頼りになるんだよね。うん、そうなんかキングヘイローのさ、その能力、逃げが G でダートが G ってのがねすごい面白いんですよ。昔ね日本ダービーにキングヘイローがね福永雄一騎乗で出た時に、なぜか逃げを打ってしまってね、最後失速して大敗したっていうことがあって、それが反映されてるのと、あとね一回ダートのフェブラリーステークスにね出たことあるんですよキングヘイロー。で今までずっと芝で走ってて、初ダートだったのに一番人気に押されちゃって、でもなんかね血統的背景から一番人気に押されちゃって期待されてたんだけど、もうスタートしてからねもう家に閉じ込められて、砂かぶって嫌気さして、もうずっと本来の走りできなくて終了っていう、なんかそういうさ過去の起こったこともさ結構反映されてていいよね。あのキングヘイロー途中の育成イベントでなんか砂がかぶっててやる気落ちるってところあったけど、それフェブラリーステークスから撮ってんだなとか分かったりしてね、面白かったです。うん、あとあの落ち着いてレース運びできればスキルが稼働するっていうのもさ、あのなんか福永が乗ったダービーのことをなんか悪く言われてんのかなみたいな感じして面白いし、はい、というわけで頑張ってくださいキングヘイローさん。さあ、おカレンちゃんいい枠、さあ頑張れ。うわキングヘイロー出遅れたか、まあいいか、なんとかなるだろう。さあ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 、鼻切った、押し OK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  鼻切れた。いやー待って、やり合ってんな、爆心王とやり合ってんのか。鼻切らないと意味ないんだよなこのカレンちゃん。かかっちゃったし、やっぱ逃げのスキルってね、さっきも話したけど、やっぱ先頭でいかないと意味がないスキルが多いからね。さあさあ頑張れ。いや待って、もう相手のカレンちゃんも来てる。いやよし、いけいけいけ、頑張れ頑張れ、捕まえろ。いやすげえいい感じで話してるじゃん。
いや強すぎでしょこの爆心を。いやダメだ、ダメだな。いや待って、俺のカレンちゃん弱すぎない？全然めっちゃ下の方でゴールしたんだけど、泣いてるし、泣いちゃってるし、ダメだな。いやもう完敗じゃねえか、カレンちゃん10着じゃん。なんでやっぱカレンちゃん逃げちゃダメなの？先行でやっぱ育て直すべき。不調だったキングヘイローが一番上に来てるし。いやーちょっと待って、頑張ってくれ頑張ってくれ、2連敗だよ。 A ランク全部使い果たしちゃったよ。絶不調だし、なんかもうかわいそうだよこの表情でレースに送り込むのが、ダイワスカーレット。クラスワンダーはまあいい感じかな。すごいバランスのいい育成でしょ。 URL はいけてないんですよこのグラスワンダー。エルコンドルパサーもいいね。なんかこれいけそうな気がしてきたぞ。ダイワスカレット以外はいけるんじゃない？さあ出走、ダイワスカレットは出遅れないでくれ。うわ全員出遅れた全員出遅れた、ひどいひどい。これはある、こんなこと。何が悪いのこれ、賢さ。でも何なんだろうな、どこまで上げればいいの全てにおいて能力って。いやまあ運もあるのかな、やっぱ。いやもうサイレンス鈴鹿こんな気持ちよく逃がしたらダメだよ。こんな気持ちよく逃がしたらそのまま行っちゃうよ。いやエルコントグラス、エルコントグラスその位置届くの。差し追い込みでもね、4コーナーぐらいまでにはもう前捉えてないときついからなこのゲーム。いやーちょっと待った、これサイレンスとか気持ちよく行きすぎこれ。いやもうこれこう、いやいやもうダメだ、どんどん離れていく、どんどん離れていく、突き放してる。なんだこれ、金庫賞の再現じゃんこれ笑っちゃうねこれ。惨敗ですねこれ。スタートで終わってた、スタートで終戦だよこれ全員入着してんだそれでもいや困るよこれは。お次同じじゃん、オグリキャップ、マルゼンスキー、ハルウララって同じ組み合わせじゃん。負けらんないねこれ、全員 B だし。しかもマルゼンスキー絶好調。うん、いやもうこれ逃げてそのまま突き放してほしいよ本当に。ハルウララ絶不調ダメだな、もうなんか絶不調の時のパドックの表情見てらんねえな本当に。うん、オグリキャップもいいっすよ、ダート S だよ。ダート馬が少ないこのゲーム本当に。さっさとスマートファルコンをね実装してほしい。あと進行ウィンディとか、うん、もっとダート馬が少ないね。僕ダート好きだからもっと増やしてほしいよ。うん、あの北高タルマエとコパノリッキーとかさ、実際のレースでもやり合ってたんだから、その2人とかね、あの馬娘にしたらね面白いのできるんじゃないのって思うけど。フィナーレがさあ頑張れマルゼンスキー。うわ出遅れた一番出遅れてほしくない人が出遅れたよ。前壁になったしね、頼むよ。何絶好調じゃなかったの本当に。しかもよくわかんないモブが逃げてるしさ、もう勘弁してくれよ本当に。いやちょっとこれダメだな。オグリキャップがいい位置だな。でもオグリキャップがこのコーナーで一気に前に出てくれ。ちょっとかかり気味かもしれないです、一息つけるといいですが。あれオグリキャップ良くないこれ、オグリいいじゃん。あなたはもう遅いよ、マルデンスキーは遅いよ。
でもこのさ、なんか固有スキル稼働した後にさ、頭クイッて下げて加速するモーションはかっこいいと思う。うん、さあ、オーグリ上がってった、オーグリ上がってった、オーグリ来た、オーグリ来た、オーグリ来た、いけいけいけ、そのまま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 、いや、ハルウララ来てる、ハルウララ来てる、うわハルウララ強っ。おお、調子いいよいいよ、差し返せ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 、いけいけ、おお、そうだそうだそうだ、いけいけ、おお、いけいけ、させ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 、いや、なんかもう一人他のオーグリ来た他のオーグリが来たなんだよ、オグリ来いって言ったら他のオグリが来たんだけど、ボロ負けじゃん。なんなんこれ、何が悪いの、俺何間違ったことしてんだろう。ちょっと待って、これ本当に一回も勝てないんだけど。さあラスト4番人気は、マックイーン、なんか長距離の育て方難しいよね。とりあえず全部均等になるようにしてんだけど、マックイーンもそうだし、ゴールドシップちょっと根性をちょっとサボっちゃってる。やっぱ長距離で根性低いのはちょっとダメかな、やっぱ。うん、ナイスネイチャー、長距離 S だよ。うん、さあさあ、誰か勝ってくれ、誰か勝ってくれ、頼むから。さあ最終戦、また出遅れだ全員。なんで、何が悪いの、どうしてどうしてこんなにダメかな。あー、まあでも、まあ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 、まあ、全員いいポジションにはついてるねこれ。うん、全員ナイスポジションだねこれは。うん、あ、もうこれ悪くない運び方じゃないですか。でもちょっと出遅れちゃったけど、ペースが落ち着かないな、なんか全体的に。いや、これナイスネイチャーいいよ、これナイスネイチャー。うん、この前のトップガン垂れるっしょ、垂れるっしょ、これかかってるもん。おめ、マックイーンもいいしで、ゴールドシップも今進出してきたし、いや、これいいんじゃない、これこれ非常にいい感じじゃないこれ。いや、いいよいいよ、これ期待できる、これは期待できる。うん、いや、いいよいいよいいよ、ナイスネイチャー。ちょっと終盤に3番手なってほしいからな、スキルの関係上ちょっとちょっと前すぎる気はする。もう先頭、もう先頭なのこれ。いや、いいよいいよ、おマックイーンも来てるし、おしょおしょ、これこれいける、これワンツースリーいける、これこれワンツースリーいける。おしょおしょ、来た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 、前のトップガンが意外と粘ってる、意外と粘ってるな。ゴールドシップそこまで届かないかもしれないけど、おしおしおし、そのままそのままゴールドシップさせさせ、おーしおし、強い、素晴らしいね。3着争いが気になる、3着争いが。あ、来たんじゃない、どうどう、どっちどっちだどっちだ。うわー、届かなかったか。まあでも素晴らしい最後4連敗してたからね、4連敗してたから最後はまあ良かったわ。前のトップ感が意外と粘ったってことですね。うん、はい、終了と。全然ダメだったな、30万ポイント届かなかったもんちょっとこの A ランクの2人がね、不甲斐なさすぎる。ちょっとカレンちゃんやっぱ先行で作り直すわ。うんまあこんな感じっすね。なんかちょっとアドバイス、今の一連の流れ見てなんかアドバイスとかあったり、なんかこういうの作った方がいいとかあったら、よかったら教えてくださいはい、というわけでまあ以上でね、チームレースのプレイを終わります。まあ、皆さんなんかいろいろありましたらコメントとかねお願いします。あとチャンネル登録もね
ぜひともよろしくお願いします。では